リアクト TP8! 本日一人ですからね。はい、というわけで私、今回からですね、私が一人でなんと、この、見てください、これ、映ってますか？ダダーンと何でしょうか、2メートル近くになると、なぎなたの持ち方、構え方、振り方など、これ、シリーズにして、今日から本日、やっていきます。そしてですね、この動画はですね、今回私が解説する日本語バージョンと、そしてその後にブラウン先生が、英語で解説してくれる副音声動画も、同時じゃないですね、次にアップされます。同じ内容を英語バージョン副音声付きで、投稿されます。はい、というわけで、ではそんな感じでやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。今日は、どんなところまで行きましょう。構え行きましょうか。今日は構えを3つほど皆様にお伝えできればなと思っております。はい、はい、ではやっていきましょう。レッサーアクション。なんでテーマくんはなぎなたが使えるんですか？それはですね、実は私中学校の時ですね、部活を3年間やっておりました。あとですね、教室にもなぎなた教室というものにもですね、そんな天馬くんがお送りしますなぎなた指南動画始まります。はい、というわけで私まず最初はですね、基本の構えとなります中段の構えを皆様にお教えしようかなと思います。中段はですね、まず左足が前です。なぎなたは基本的に左足左手前です。の半身の状態で始まります。これはもう逆中段と呼ばれてしまいますので、これが通常通りです。で、この中段の時のポイントですね、まずこの右手はですね、この見えますかね、これ、まあ、これ競技用の投げ方なんですけど、これなんて言うんだったっけな、なんか言うんですよ、名称があって、こういう名称があるんですけど、なんかあるんですけど、こいつを、肘つけてですね、ちょうど手のひらが来るところにまず右手を置きます。で、左手はここ見てください、これぐらいの角度、45度って教えられました。45度ぐらいの角度になるぐらいの場所で持ってもらって、だからこうやって揃えて、はい、これが中段で、この手をですね、丹田の場所に置きます。で、切っ先はですね、ちょうど相手の溝落ち、まあこれ見えないんですか、ないんですけども、まあ、溝落ち程度に切っ先を置いてあげると、これが基本となる中段の感じです。わかりましたかな。もう次いっちゃいますよ。じゃ次はですね、発想8に相手の相手と書いて発想の名前、こちらになります。そしてこちらもですね、こちら左手ですね、左手もですね、このよくわからないこれぼっち、これのぼっち、このなんか牛皮のところを肘に合わせてですね、ちょうど手のひらが来るところに左手を持ちまして、ちょうどここが90度になるぐらいのところで持ってください。これが発想の構えで、左手はい90度です。そうです。で、こっちが左手腰骨のところに置いてもらって、こちら右手はですね、右耳の近くに、持ってくるように、こちらがパッソの構え、こっから次は打っていきます。で、ここちょっと見にくいですね、ここですね、打ってこいです。あ、さっきの中段もこうやってメーンとかスネーとか打てれるようになっておりますね。はい、これで2つ目、最後3つ目、何でしょうか、脇構えでございます。こちらですね、まあ、基本的にはここからですね、胴だったりですね、ここから上から面とか、あとは逆に回ってすねを狙っていけるような構えなんですけれども、まあ、基本的に胴ですね、胴、相手の胴を狙っていきます。こちらの注意、まあ、基本的に、投げ手の構え、この肘が基本です。この指、皮のあるところ、このこっち、ここに肘を合わせて、左手だったりもしくは右手が来るところに、手のひらが来るところに手を押さえます。で、こちらはまあこれと同じ分ぐらいここに合わせてください。で、手をこうビーンと伸ばしすぎないように、ちょうど、まあ、さっきの丹田の前ぐらいに来るように軽くその肘を力抜いていて、こんな感じで水平に保ちます。はい、これが脇構え。こっからで、胴をちょっとこっちに回して
まあまあさっきの発想ですね。いろんなことができるわけですね。基本的にですね、試合があるんですけど、試合、大会には試合競技と型競技があるんですけども、試合競技では基本的に巻き構え使いません。使うのは大体中段と、あ、そうそう、こっからが多いですね。で、巻き構えとかは基本的に型で使うんですね。まあ、使う人は使うんですよね。はい、というわけで、こんな感じで、3つほど皆様に構えを、指南いたしました。どうでしたかね、どうでしたか皆様、お分かりいただけましたでしょうか。これが投げネタ、まあ僕は結構武道寄りなんで、これをアクションに変換していくのはまたいろいろ変わってくると思うんですけども、基本的に、今教えた持つ場所を守っていると多分取りやすいかなと思うので、アクションで投げネタを使ったり槍とかも似たようなもんなんじゃないでしょうか。うん、ちょっとよくわからないですけども、まあでも投げ方を使う皆様、これをですね、この牛皮ぼっちよくわかんないけど、これで引きを合わせるとかっていうのをですね、守っていただければすごく気になることになりますので、皆様どうぞその機会に投げ方を使いやってみませんか。というわけで、私市長テーマが教える投げ方講座第1弾は構え一本でした。それでは皆様、お元気で、ラーン。ご視聴ありがとうございました。なぎなた教室というものにもですね、3年間ほど通っておりまして、自慢ではありませんが、全国大会ベスト8位 8位まで、私行っちゃいました。イエイ。